ごっちゃごっちゃゲームズ。ピクセルゲームメーカー MV なのね。こんにちは、クローズプレイカンパニーです。おしゃべりホリジョン、ホリスラッシュ。さあ始めよう。私、アナ・ホリスキー、考古学者兼トレジャーハンターよ。普段は世界各地にある遺跡の発掘作業をお手伝いしたり、誰も行けないような場所にある遺跡に調査へ行ったり、そうそう、この間なんて宇宙にまで行ってきたのよ。地底の奥深くから宇宙まで。どんなところでもお宝があれば駆けつけるのが私の役目よ。私ってこう見えておしゃべりが大好きなの。おしとやかに見えるでしょうけど、意外でしょ。ああはいはい、そういうツッコミは受け付けませんよ。それでね、今回新しい依頼が来たからいろいろ準備をしているところなの。これでよしと。あとは地下の水博士の研究所へ向かうだけだわ。アナ、いよいよ出発じゃな。うん、いろいろ準備もできたし、いつでも OK よ。遺跡嵐についての調査依頼というのも、なんとも嘆かわしい話じゃの。最近、遺跡嵐が多く出没しておるらしい。放ってはおけんの。そうよ、とっても貴重な遺跡も結構壊されちゃってるようだし、許せないわ。わしもついていきたいところじゃが。ありがとう博士、私だけで平気よ。それに博士が用意してくれた装備品があれば調査作業もだいぶ楽になるわ。装備で準備した装備品ばかりでの、性能はまだまだ弱っちい感じで申し訳ないわい。でもさっき博士が言ってた博士の知り合いが装備品を強化してくれるんでしょ。うむ、一応どこにでも駆けつけてくれるのじゃが。ジョゴ呼ぶのには条件があるのじゃよ。条件？まあそれはまた後で説明するとしよう。それよりもアナ、その装備をつけて少し動いてみてはどうじゃろ。そうね、つけ心地も試してみたいし、ちょっと動いてみるわ。博士、バーチャルビジョンの準備をお願いね。アナが最初に行くであろう遺跡のイメージでバーチャルビジョンを用意したぞい。なかなかリアルじゃろう。さすが博士、すごくリアルよ。わからなくなったらマニュアルを見るんじゃ。操作方法が書かれておるぞい。それではまず歩いてみるのじゃ。ダッシュボタンを押しながら移動すると走るぞい。これが走りね。ジャンプボタンを押して飛んでみるんじゃ。ジャンプ力はシューズのパワーに影響されるぞい。これがジャンプね。ショットボタンでショットを打てるんじゃぞ。装備を強化すれば強いショットが打てるようになるはずじゃ。ショットは殺傷能力はないんじゃが、繊維を喪失させ追い払うことができるんじゃ。すごい、弾が出たわ。ショットボタンを長押しすることでより威力のあるショットも打てるぞい。緑色のゲージは
アナの装備品を動かすための燃料じゃ。燃料を常に消費してそれぞれの装備を動かしておる。なので何もせずにぼーっと立っておっても少しずつ燃料は減るから気をつけるのじゃぞ。もしこの燃料がゼロになってしまうとさすがのアナもそのままでは危険すぎるぞい。燃料がゼロになったらそこで強制帰還する設計になっておるので安心するのじゃ。もしダメージを受けてもホリガードで守ってくれるぞい。ただ待て、途中で鉱石を見つけたらできるだけ集めておいてくれ。後で回収するのでな。鉱石を回収するとカーゴに溜まっていくんじゃが、1回で運べる量は決まっておるぞ。カーゴの量も増やすことができるから余裕があればカーゴもパワーアップしてみるんじゃな。もちろん回収した分の報酬は出るぞい。行くわよ。鉱石を集めるとカーゴに入るの。これは稲荷コインというものじゃ。稲荷コインを5枚集めると稲荷ショップを呼び出すことができるのじゃ。稲荷ショップはそれまで集めた鉱石を換金してくれるぞい。さらにわしの作った装備品をパワーアップしてくれるんじゃ。お金は必要になるんじゃがな。早くショップに行ってみたいわ。今取ったのはブルーフメダルと呼ぶものじゃ。遺跡のあちこちに置いてあるメダルで、昔は勇気と冒険力を証明するメダルだったらしい。余裕があったら腕試しに集めてみるのもいいじゃろ。装備品がパワーアップすればアナもかなり楽になるはずじゃ。試してみるがよいぞ。よし、基本的な動作は確認できたじゃろ。ええ、だいぶコツはつかめたわ。では気をつけて行ってくるのじゃ。無理をするでないぞ。ありがとう。アナホリスキー行ってきます。コレクション解除されたわよ。出撃よ。ここから調査よ。遺跡荒らしたち。うわー、博士のバーチャルビジョンと一緒の景色ね。まずはこの遺跡から調べてほしいって言われてきたけど、すでに人が大勢いるわね。この人たちは一体何をしているのかしら。おっと、ここは立ち入り禁止ですよ、お嬢さん。お嬢さん？私、アナ・ホリスキー。依頼があってここに調査に来たのよ。これは失礼。私はトレジャーガーディアンの総支配人、アツメルジャンと申します。はじめまして、アツメルジャンさん。私のことはアツメルジャンと呼んでいただいて構いませんよ、お嬢さん。アツメルジャン、私のことはアナと呼んで。お嬢さんは気持ち悪いから。それでアツメルジャンはここで何をしてるの？たくさん人がいるけど、アツメルジャンのお仲間？彼らはトレジャーガーディアンのスタッフ。我々は世界の遺跡を守る活動を行っているのです。あなたたちも遺跡荒らしの調査をしているのね。さあ、ここから先は立ち入り禁止になってますのでお引き取りください。え、ちょっと、私も依頼を受けてここに来てるんだけど。では我々は忙しいのでこれで失礼。もう帰れと言われても調査依頼もらってるし、ちょっとだけ様子を見させてもらおうかしら。
それ、いただき、よし、逃がさないわ、それ、逃がさないわ、先を急ぐわ、逃がさないわ、
敵を踏みつけることができるようになったわ。ただし、すべての敵が踏めるわけではないから、いろいろ試してみたらいいと思うわ。新しい能力ゲットよ。これをパワーアップ。ひなりちゃん、ありがとう。ジャンプ邪魔よ。宝石ゲット。逃がさないわ、見つけた。逃がさないわ。えい、えい、逃がさないわ。勇気の証ね。ショット待て、どんどん行くわ。かけろ、待て、ショット行くわよ。宝石よ、どんどん行くわ。先を急ぐわ。これ当たる。あなたかいう娘、我々の妨害をものともせず、ここまでたどり着くとは。
だが、ここの遺跡の番人は我々と強さが違う。
さないわ。金槌じゃないわよ。逃がさないわ。やっ。おお。まだちょっと。ね。スイスイスイ。助かった。金槌じゃないわよ。先を急ぐわ。えっ。おお。
レイ。うん、こわ、行くわよ。逃がさないわ。待て、行くわよ。逃がさないわ。どんどん行くわ。よし、決定だ。こわ、どんどん行くわ。それ逃がさないわ。宝石も溜まってきたわね。ショップを呼ばなきゃ。行くわよ。スイスイスイ。穴泳ぎ。かけろ。かけん。ゲット。金槌じゃないわよ。逃がさないわ。かけろ。それ。回復。それ。お。ジャンプ。ちょっとよ。待て。待て。宝石だわ。行くわよ。おお、レイ。ちょっとジャンプ。もう一回。ナイス。こりゃ。レイ。カゴがいっぱいだわ。そこだ。穴を泳ぎ。ジャンプ。行くわよ。え、逃がさないわ。どんどん行くわ。逃がさないわ。スイ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 。バキャン。穴泳ぎ。スイスイ。メダルゲット。当たれ。スイスイスイ。金槌じゃないわよ。スイ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 。ジャンプ。逃がさないわ。それ、行くわよ。逃がさないわ。ひらりちゃん、早く。ほんほん、こんにちは。何をしましょう。換金したわ。これにする。ひらりちゃん、助かったわ。いただき。必ず番人がいると言うけど、ここにも番人がいるのね。私も遺跡を守る側なんだけどな。そんな理屈は通用しないわよね。待て、行くわよ。邪魔よ。こけろ。待て。それ逃がさないわ。それ提供庫。ストップ。レイ、いや、レイ、行くわよ。逃がさないわ。レイ、先を急ぐわ。いや、待て。逃がさないわ。もっと逃がさないわ。邪魔よ。やば。お、いや、もう一回。こんなところまで追いかけてくるとは、単なるお使い娘じゃないようですね。でも、ここで帰った方があなたのためですよ、アナ。集めるじゃん。あなたたちが遺跡荒らしをしてるんでしょう。遺跡から鉱石を持ち出したり、いろいろ運んでいるようだけど。それは誤解ですね、アナ。我々は調査を行い、保管が必要なものを運んでいるだけ。その辺の盗賊と一緒にされてはかないませんね。さあ、とっとと立ち去りなさい。
に。オープンにしなきゃ。